やっとね、ワンピースマン発見したぞ。やったぞ。でもね、前回さ、箱買いできたんだけど、今回ね、まあ今は第1回目、7パックしか見つかんなくて、しかもね、エースのパッケージ1個しかなかったんだよね。いやー、かっこいいエース。あとは全部ね、ルフィだったんだよね。いやー、エース出るかな、今回。エース欲しい。今映って、まだね、ラインナップ全部見てないからさ、全部何があるかわかんないんだけど、エースが欲しいね。今見たやつではエースが一番ゲットしたい。あと白ひげ、親父。エースとね、白ひげが出てくれたら今回は最高ですな。じゃあ行ってみますかな。あ、そうか、エネルいんのかな今回。エネルいますよって聞いた記憶もなきにしもあらず。前聞いた気がすんな。確か。エネルいるな、俺。エネルいたら欲しいな。よし、じゃあ行きまするか。エネル。ペローナとかもいいのかな。ペローナ欲しいね。さて、あ、待って、エースは最後にあげていい？エース。エースは最後にあげて、ラインナップ見てこようかな。やっぱ、見てやった方がいいかもな。でもちょっと今日はね、まあ見たっけな。いやでも覚えてないから見てないと思う。見てないと思うんだけど。エドワード入金。マジで一発目から白ひげグラグラ来ちゃった。バン。うわ、かっちょいい。背景いいね。こっちは背景まで書いてないからさ。背景かっこいいじゃん。エドワードニューゲート。うわ、これもう一枚絶対欲しい。かぶりたい。貼りたい。保存版と貼る用。そして何かあった時用のもう一枚。うお、いいな。やっぱこのシリーズかっこいいわ。白ひげたまらん。つごたついエースか。まあエースはさ、エースのパケで出したいなと思っている。なんか劇的、なんかね、劇的な感じすんじゃん。よし、いくぜ。あとゾロもいいね。ゾロもいいね。あとエネルはね、確かいるって聞いたような記憶があるな。もう何ヶ月も前だからさ、記憶が。もっとさ、同時に発売してくれりゃいいのよ、これ。なんで分けたんだ。おー、杯赤犬じゃないか。ザン、めっちゃかっけえ。あー、やっぱね、杯、なんか嫌いな人多いけど、俺すげえ好きなんだよね。やっぱエースをね、やったっていう点では俺もちょっとあんまり、でもね、キャラ的には好きなんだよな。さ、杯がさ、盆栽いじっててさ、そこをさ、ボルサリーノが見てる絵、みんな知ってる？あれめっちゃ好きなんだよな、俺。火を焼く、マグマ。熱すぎじゃないな。めっちゃかっこいいよね。そしてエースか。これでエース来たらかなり熱くない？白ひげ、赤犬、そしてエースみたいな。ああ、クザン。おお、すげえ。赤犬からのクザン、青生地、ザン。待って、これ3大将揃ったらやべえかもしんねえな、これ。クザン、杯、ボルサリーノ。わ、好き。ああ、クザンかっこいいな。でもデザインはクザンの方がかっこいいかもしんない。迫力があるね。やべえな、第1回目の開封からめっちゃ荒ぶっとる。やばいぞ、これ。これでエース出たら本当に今日神回だわ。もう神回。俺がもう神回って言ったら神回だからね。もう神回。エースが出たら神回です。頼むぜ、エースって。で、おい。ほほほほ。チョッパーが鳥チョッパー入りました。ザン。渡辺で、あ、かわゆしい。めっちゃかわいいな、チョッパー。ちょっと粉汚い。このメンツにチョッパーって。このメンツにチョッパーでなんかウケるな。なんか笑ってしまう。このメンツにチョッパー、赤犬、白ひげ、そして青生地、チョッパー。渡辺大輔チョッパー、かわいいしだな、チョッパー。そしてそろそろエースかな。あ、でもエースはさ、そうだ、エースのパケで出したいんだった。忘れてた、ごめんごめん。エースはさ、切れてないな。エースのパケで出したいから。よし、次は誰が来るか。スイッゾロじゃ。あ、これだね、ゾロだ。ロロノアゾロ。うわー、このゾロのさ、まあ、見てくれ、かっけえ。ゾロかっけえ。俺ゾロのさ、1ゴリラ2ゴリラって技大好きなんだよね。技めっちゃ好き。ほんとやっぱさ、最終的にはゾロはミホークを倒して、まあ、今師匠みたいになってんじゃん。師匠を倒してまあ終わるみたいな感じになるのかね。いや、想像するだけで熱いね。ミホークとゾロの戦い、一番最初はさ、ズバーンってさね、切られた時から、今思えばさ、そこからもうミホーク出てたんだもんな。え、ミホークの時俺めっちゃ子供やん。すげえ子供。うわー、え、てかワンピースってすごいね。今もう改めて凄さを。いや待って、すげえな。俺があんな子供の時にミホーク出てて、そのミホークが今さ、ゾロに剣術を教え、師匠みたいになり、まあ師匠だよな、もうな。いや、すげえ。ワンピース長っ。ていうか俺完結まで生きてられんのかね。え、完結見ずになんか死んだら嫌なんだけど、俺マジで完結見たいよね。いや、わかんないから、人間だってね。もう今日知るかもしんねえよ。わかんねえからね、そんな。だからさ、もう いつ死ぬかわかんないから、早く完結はちょっと見たいよね、ワンピースね。そして何が来るか。道家のバギー。バギーはいたよな、確か。うん、バギーはね、いたよ。あ、ほら、これだ。バギー。ザン。バギーが入りましたと。まあ、俺の中ではね、まあ、いいかなっていう。でも、コンプには必要なキャラだからさ、バギーも大事にしますと。でもって、ラスト、メインディッシュ。エースからエースを出す。みんな、来たぞ、おい。エースからエースを出す、この瞬間。ザンと降臨。頼むぜ。エースよ。来てくれよ。エース、白ひげ、揃ったら最高だよね。行くぜ。みんな、エース出すぞ、エース。エースのパッケージね、1個しかなかったんだよ。これ、運命でしょ。全24種。来てくれ、エース。緊張の一瞬です。頼む、来てくれ。スポーリー、ブルクー、ドゥルドゥブルクー、とつかぬるってマジか。ブルクか。いや、でも、コンプには必要だからね。コンプには絶対に必要なメンツなので、まあ、よしとしましょう。かぶってないだけで、ね、よしとしないと。ということで、今回の、開封結果は、ゾロ、赤犬、白ひげ、青生地、綿あめ大好き、ちょっと可愛いなしかし、で、同系のバギーに、ブルックでしたと。いや、すげえな、この威圧感、プレッシャー、迫力。もうなんかさ、白ひげと赤犬だけで、他のやつら全員の、ね、迫力を出してる感あるよね。やっぱすげえわ、こいつら。白ひげかっけえな、赤犬もかっこいいな。まあ、今回のね、ナンバーワンはこの2枚かな。赤犬と白ひげ、この2枚あざっす。で、次回から、いや、でもあるかな。今日見つけたの奇跡だからな。またあの店行ってみようかな。いつも行かないね、お店に行ったらさ、あって、もう全部買ってきたんだけど、今回はな、コンプしたいんだけどな、絶対に。うん、絶対にコンプはしたいんだけど、まあ、箱で売ってたら一番ラッキーだよね。まあ、もしかしたらネットで買うかも。ネットで売ってたらネットで買うかもしんないけど、まあ、とりあえずね、次回買ってきたらまたすぐに開封します。じゃあ、また次回、次の開封でお会いしましょう。エースでお会いしましょう。このエースね、エースバイバイだよ。早く欲しいな。エース超絶かっけえな、やっぱ。